剣翔桃太郎は、東京都葛飾区出身のおいて風部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、康彦健太郎。身長184センチメートル、体重173キログラム。血液型は B 型。最高位は、東前頭7枚目。趣味は、寝ること。特異種は押し、右四つ、より。好物は、肉、マシュマロ、桃屋の、ご飯ですよ。 葛飾区立南王土小学校2年生の時に祖父から優勝したら小遣いをやると言われて小遣い稼ぎのつもりでワンパク相撲の大会に参加するようになると葛飾区内では無敵の強さを誇るようになった4年生から参加できると大会への参加が決まるとその優勝賞金は倍に増やされたが結果は1回戦負け この時に相撲に負けたこと自体を悔しく感じたことで、本格的に相撲を始めることを決意し、地元の葛飾白鳥相撲教室で稽古を始めるようになった。5年時には、ワンパク相撲全国大会ベスト8の実績を残した。同学年の千代嵐とは、出身地が近いことから、アマチュア時代は何度も顔があったという。同郷の千代大龍が、小学6年生で相撲を始めた当初は、 自身が稽古に協力したと伝わるが、自身は千代大龍より三学年下なので、千代大龍が中学に進学してからは面識がなくなったという。千代大龍と同じく、葛飾区立大道中学校に進学し、三年時には全国都道府県別中学選手権3位に輝いた。相撲教室及び中学校の二年先輩である、秀野の海の後を追って進学した。 埼玉栄高等学校時代は3年時に高校総体団体優勝、全日本ジュニア体重別選手権100キロ以上級優勝など活躍を見せ、アマチュア時代の実績はこの頃が最も充実していた。大学も秀の海の後を追って日本大学分離学部体育学科に進学したが、大学時代は稽古に真面目に取り組まずに遊ぶようになってしまったという。 二年の終わりで改心して、団体戦レギュラーの座をつかむも三年で、左肘の人体帯を負傷してしまった。個人戦では一年から四年連続で、全日本相撲選手権大会出場を果たし一年次と二年次に、ベスト32の結果を残したが、結局もう一つのところで、個人タイトルを逃し、結局大学時代は、個人無冠に終わった。なお、大学の同期生には後に大相撲でも、 同部屋となる大正丸がいる。大学卒業間際に、日本大学の一年先輩である遠藤を追う形で、置いて風部屋に入門し、2014年1月場所、初土俵。同期は、本人曰く、入門するなら勢いのある部屋がいいとのことで、延、初土俵となる1月場所は3戦前勝で一番、出世。翌3月場所、続く5月場所もそれぞれ7戦前勝として、 序の口優勝、序二段優勝の結果を残した。七月場所は始まる前から優勝した気になり油断したため、七番相撲で、非円力に敗れて三段目優勝を逃した。幕下に昇進した九月場所では、高校、大学の先輩で、場所後に重量昇進を決めた秀の海に、この場所唯一の土をつけ、最後の相撲では、幼少期から何度も対戦した千代嵐と対戦し、勝利。 幕下優勝を飾った。優勝インタビューでは、今場所は思い切り当たれる相撲がなく、余裕がなかった。まだ自分には、筋肉や、本当の自力がなく、感覚だけで取っている。来場所は、まずは勝ち越しを目標にしたいと場所の総括を兼ねて、抱負を語っていた。全相撲デビューから6場所目にして、関取目前となる、東幕下4枚目まで昇進した11月場所は、 最後の相撲で負けて、初土俵以来初の負け越しを期したが、2場所後の2015年3月場所で、再び、東幕下4枚目に戻ると、今度は勝ち越した。その後1場所の負け越しはあったものの、幕下5枚目以内の番付で石取りを伺う,う場所が、続き、9月場所の時点で、幕下5枚目以内での勝ち越しが3回を数えたにも、 かかわらず重量昇進が見送られた際は、相撲雑誌に5枚目以内で3回の勝ち越しで上がれなかったケースは全く珍しいと当初が送られた。しかし、東幕下日等とした同年、11月場所5勝2敗と勝ち越して重量昇進を果たした。重量昇進と同時に、これまで本名のままだった四個名を鶴木賞と改めた。新重量会見では人気。 実力ともに、遠藤関を超えたいと、日大の先輩でかっかい切っての人気力士の兄、弟子越えを宣言した。これには同席した師匠のおいて風も、難しいことを言うなあと苦笑い。それでも止まらず、一度もご馳走したことないので、遠藤関にご馳走したい。大きい顔したいですとノリノリで話した。 迎えた2016年1月場所では先週楽までもつれたものの発勝7敗と勝ち越し。この場所ではくしくも自身と同時に新十両を手にした千代昌馬が同じ十両12枚目でこれも同じ発勝7敗の成績を残している。その後は7から発勝の小幅の勝ち越しか負け越しを重ねる形で十両に定着したが、十両。 9場所目となった2017年5月場所は6日目の朝の山戦で下手投げで破れた際に腰を痛め、残りの相撲の出場が危ぶまれる中で解禁はしたが6勝9敗と、初めて7勝を挙げられずに終えることとなった。2018年1月場所も7勝8敗で終え、2018年3月場所前の記事では、そろそろ殻を打ち破る活躍を期待したいと書かれた。しかし、 3月場所では殻を打ち破るどころか、自身初めての2桁黒星となる4勝11敗と大きく負け越した。東重量14枚目で踏みとどまった5月場所では逆に自身初めての2桁白星となり、3月場所とは勝ち数と負け数が逆の11勝4敗を記録した。先週楽は勝てば重量優勝となる相星決戦で、大野章との取り組みだったが、敗れて、 初めての十両優勝はならなかった。9月場所は、自身6度目の7勝8敗となり、発勝すれば安心しちゃうし、8敗するとやばいと思う。気持ちの問題ですねと反省し、27歳になった、身として、もう上を目指さないといけませんねと焦りを見せた。2019年3月場所は6勝9敗と負け越し、翌、5月場所は若干番付運に恵まれず3枚。 半加工となる東十両十枚目の地位を与えられた。七月場所は五勝二敗で迎えた中日から連勝し、十四日目に初の十両優勝を決めた。最終的に十三勝二敗と、自己最高の成績を残し十両優勝に花を添えるとともに、九月場所での新入幕を確実にした。十一代老いて風が創設した老いて風部屋からは九人目となる。 幕内力士が誕生した。新入幕の際には長かったという気持ち。初土俵から5年半だけど大卒なので全然早くないと思っている。大山みや年下の大将報に追い越されて上がりたい気持ちが強かったと噛み締めるように話した。一方、新十両昇進時の会見で人気、実力ともに遠藤関を超えたいと対抗意識を燃やしていたことに対しては あの時は調子こいていた。僕が大関になって勝てるかな、と弱気な発言を残した。その9月場所は13日目まで優勝争いに加わったが、14日目に4敗目を、決して事実上優勝戦線から脱落。先週楽も黒星で場所を受賞五5敗で終えたが、関東省の受賞が決定した。なお、場所中自らも、バイキンマンと評するなど、 各界のヒール役を目指している様子を見せた。翌九州場所は幸運にも7枚上昇で、自己最高位となる前頭7枚目の地位を与えられた。この場所は8日目まで5勝3敗と、まずまずだったが、9日目からまさかの6連敗を喫し、先週楽は照強を叩き込んだが、6勝9敗と、負け越し。2020年初場所は2勝3敗で迎えた6日目の、 島の海戦で敗れた際に左膝を負傷し、休場こそしなかったが6勝9敗と2場所を連続の負け越し。3月場所では初日勝ったものの2日目から3連敗し、5日目から休場した。2021年1月場所は東十両8枚目の地位で迎える。14日目終了時点で11勝3敗。先週楽の勢い戦に勝利すれば十両。 優勝であったが、勢いが前日の取り組みで左手親指の付け根を負傷、後に診断で骨折が判明して休場したため、不戦勝で相撲を取らずに二度目の重量優勝を果たした。三月場所は一年ぶりに幕内の地位で土俵に上がることとなった。なお、2020年三月場所で断裂した前十時、人体は再建していないままであることが場所前に報じられた。 新入幕時の報道によると、10種類はあるという変幻自在な立ち合いが武器で、直近2から3年の相手の取り組みを研究して場所に臨む研究熱心さも備えている。一方、持病の腰痛の具合が悪い場所では不成績に終わりがち。2021年5月場所終了現在、ありがとうございます。